さあ続いては特集キャッチです。12年前の昨日、京都府亀岡市の通学路で起きた車の暴走事故で、いとこを亡くした女性が福岡にいます。悲劇を繰り返さないため、戦隊ヒロインに扮して戦い続ける遺族の覚悟とは。昨日、福岡県大野城市の自動車学校の卒業式に戦隊ヒロインが登壇しました。私たちドライバーが子会社にならないことが一番の交通安全なんです。これからハンドルを握る人たちにメッセージを送ったのは、通学路戦士パトーラです。変身していたのは、地域で交通安全活動に取り組む村岡玲奈さん。活動の原点は12年前に遡ります。2012年4月23日、京都府亀岡市で集団登校をしていた児童の列に無免許の軽乗用車が突っ込み、10人が死傷しました。亡くなったのは2人の小学生と娘の登校に付き添っていた松村幸妃さん、当時26歳、妊娠7ヶ月でした。村岡さんは幸妃さんのいとこにあたります。1週間とか前に3人目も女の子だったとか、そういう何気ない電話とかもですね、した矢先だったっていうふうに話してて、10歳まで京都に住んでいた村岡さんは、近くに住む8歳年上の幸妃さんをふきちゃんと呼び、姉のように慕っていました。事故の知らせを受けて飛び乗った京都行きの新幹線の中で、何度も思い浮かべたふきちゃんの笑顔、それを一瞬にして奪ったのは、当時18歳の少年による無免許の居眠り運転でした。事故の直後から村岡さんは何かに突き動かされるように活動を始めました。他の被害者遺族とともに30万を超える署名を集めて、無免許運転の罰則をより重くする法改正につなげたほか、 NPO 法人ルートを立ち上げ、講演活動や地域の交通指導で交通事故の撲滅を訴え続けました。一途なところの強さというか、厚さはもうすごくやっぱり昔からこうあったところがありますね。しかし、その一方で個人の尊厳を損なうようなことは、これは人としてやっちゃいけないよっていうのがあったので、長い活動の中で誹謗や中傷を受けることも。公演の前後に体調を崩すなど、いつしか心と体は傷だらけになっていました。亡くなった幸妃さんと同じ2人の子を持つ母親になった村岡さん。そしたらもう誰も抱っこできないまま赤ちゃんね、ママにも抱っこしてもらえないままおそらいて、キちゃんね、抱っこしたかった。したかったよ。だってママだってさ、ゆわちゃん抱っこできなかったらもう悲しいもん。子供たちが大きくなるにつれ、あの事故への向き合い方にも変化が訪れたといいます。私が母親になって、じゃあいざ長男が1年生になって、これから一人で登下校してますっていう状況になった時に、
やっぱりそのいとこゆきひちゃんは絶対悔しかったよなっていうのをもう私自身が確信持ってたので、我が子の成長を見ることなく事故で命を失ったゆきひさん、その無念を改めて感じた村岡さんが心に決めたことは、子供たちが安心できる強くて優しい存在になりたい、そんな思いでまとった戦隊ヒロインのスーツ、通学路戦士パトーラへの変身で村岡さんは新たな活動の形を見出しました。交通事故って人じゃないんですよっていうのであれば、いかにその近寄りにくいと、あ、もういいやってなってしまうので、もうおいでおいでって、みんなでやろう、交通安全やっていうふうに巻き込んでいった方が早いかな、近道かなっていうふうに思うようになって。パトーラの活動に賛同する人も現れました。映像制作を行うボランティアが脚本や撮影を手掛け、講演会やネットで公開するショートドラマを作ることになったのです。爪にはこうやって塗るんだよ。きねちゃん、ありがとう。わ、きれい。でも、とってもかわいいよ。大切な人を失った遺族の悲しみや、同じ思いをする被害者を生みたくないという思い、村岡さんが言葉にしきれなかった気持ちをドラマという形で伝えます。エンディングでは村岡さんが幸妃さんに向けて綴った手紙を読みました。エンディングの曲にちょっとかけてみますね。事故から10年が経ったね。私は今も事故の日を忘れたことは一日もないよ。私も同じ虹の母になって、あの時のふきちゃんの気持ちが余計に理解できるよ。もっと私頑張るからね。遺族として、母親として、悲劇を繰り返さないため、村岡さんは戦い続ける覚悟です。事故から昨日で12年。京都の方でも仲間が活動していると思うので、私も同じように福岡から発信していけたらいいなっていうのを改めて強く思っています。通学路戦士パトーラ、みんなを助け、みんなを守る、それは私の使命。